修法学院へようこそ。本日は帯結びはお太鼓に始まってお太鼓に終わると言われております。最もシンプルな名古屋帯を本日はお稽古風景をアップしたいと思います。では早速参ります。では今から名古屋帯の着付けをいたします。まず最初に長襦袢を着せていきます。長襦袢は後ろから背中心を中心にして前に行きまして、襟先と襟先を合わせ横に行って、そうです、衛門を抜きます。襟を合わせ、若い人は爪加減、年配の方は開け気味につけていきます。後ろにあるウエストベルトを前で、後ろで交差させて前でつけ結びます。もう一本のウエストベルトを裾が乱れないために3分の1を腰骨あたりで後ろで交差させて前で結びます。これで長襦袢の出来上がりです。次に着物を着せていきます。後ろの背中心を合わせまして、まずクリップをいたします。で、耳の下の両脇に小さなクリップをつけて、襟が乱れないように、耳の下の両脇にクリップをします。振りと振りを合わせまして、両方の振りが合いましたら、襟先、先の20センチぐらいの戸を持ちまして、そう、ウエストベルトを腕にかけて、そうです。上に上げて、裾線を決めていきます。訪問着とか、付け下げは、畳すれすれで、突っ張ったまま前に、きまして、前身ごろを合わせまして、残りを中に入れ込んでしまいます。で、ウエストベルト腰骨あたりの3分の1をつけまして、後ろで交差させて前で結ぶ。で、ボディの後ろに回って手刀を切ります。おはしりを整えるために前をポンポン、後ろをポンポンと手刀を切ります。襟を整えて、若い人は爪掛け、年配の方は少し空き加減で、ウエストの一番細いところに直角に着物ベルトをかけます。
ご自分が回って後ろのにはしわを取りながらご自分が回ってまず右の宮津口に着物ベルトを留めます。それで前でお走りに処理をいたします。残りをお腹のところが二重にならないように三角に折り上げてしまいます。そうですね、襟を整えながらまたもう一方の、ウエストの一番細いところにもう一方の着物ベルトを直角にかけます。で、宮津口がちょっと乱れてますので後ろは前に前は後ろでかぶせて宮津口の処理をいたします。着物はシワを作らないようにとにかくシワを伸ばして整いましたら、伊達締めを、これは前からで結構です。前からやりまして、後ろで そう、下を上に折り上げます。そしたら、きれいに、前もきれいになります。前で手綱結び、後ろで肩幅を測りまして、肩幅を測りましたら、垂れ先を上に一結びいたします。垂れ先を上で、軽く締めて、自分が手に、腕に残りの帯をかけて自分が回ります。輪の下を持ちながら、下線を合わせながら帯をつけてまいります。で、ボディの後ろに行きましたら、垂れ先上に一結びいたします。そしてボディの横にちょっと行きまして、輪を持って右上左下で締めていきます。まあ生きてる方は苦しくないですか聞いて、苦しくないと言われましたら後ろに回ります。布目を通して帯枕を取りまして、手刀を切って、柄のいいところに帯を
つけてまいります。で、片手で前に帯枕を、紐を前で片手で持って前に回って鼻結びをします。胃を直撃しないようにしっかりと引いて下に紐を隠してしまいます。帯揚げをいたします。帯揚げは左の方から耳を中に入れまして処理をいたします。で、左は腕にかけて右を耳をまた中に入れて右の方を上に一結びいたします。で、十文字にして、下をくの字にして、上からくるみます。帯板と着物の間に、残りの帯揚げを始末します。で、残りの手先を前にクリップで留めて、生きてる人の時は手で持っててくださいって言って頼んで手で持ってもらいます。あとは帯の下線に合わせて仮紐でお太鼓を作ります。人差し指一本垂れ先を作りまして、残りを上に上げてしまって仮紐を前で結び、仮紐を結んだ時点でクリップを取って、そのまま手先を持って後ろに回ります。仮紐に沿って手先を迎えに行きます。手先を2センチ余り両脇に出して、これでいいと思ったら、立ち山も2センチぐらい出しまして、これでいいと思ったら、帯締めを2分の2つに折って、帯の中で2つに割ります。で、前で、片手で持って自分が前に回ります。右を上に、ふさ合わせをして、右を上に一結びして、横でしか締まらないので、
両手で持ってそうですね、押してしっかり締めます。この帯締め一本で帯は支えられてますからしっかり締めます。ここはしっかり締めても苦しくはありませんので、何度かやってしっかり締めます。で、上を左を上にして下、右を下からくるみ、ダイヤモンドに帯締めをしていきます。で、右は上から、左は下から。で、この時点で仮紐を取りまして、あと足りないところは手直しをいたします。これでクリップを取りまして完成で、名古屋帯の完成です。作者は田中ゆかりさんでした。ご視聴最後までありがとうございました。ではまた次回に。失礼いたします。